はい、ということで、朝起きてね、すぐに、できるトレーニングをね、やってみました。まあこれはもうね、眠い時に無理やりね、この手から始める、これが結構重要です。やっぱ眠い時に起き上がるっていう動作がね、結構辛いと思うので、まずは手をね合掌して肘を上げて、この動きです。手をこれだけ、こうこう、これをやっていくうちにだんだんこの辺がね疲れてきます。手のひらとひらの内側にグッと力入れてね、これやります。だんだん起きてきたら、ちょっとずつ上半身をこっちに合わせて上げる、上げていく。そして意識的に呼吸を吐くようにしてみてください。ふうふうって、そうするとだんだんね、体が温まってくると思います。ふう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 、よし。そうするとお腹、そして腕周り、全部がきつくなってきて、体が、温まってきます。はい。まあね、この起きたばっかりの時はね、なかなか起き上がるの辛いと思うんですけれども、この朝ね、こういうトレーニングをねやって起き上がると、お腹ね効いてる感じで、起き上がれる、要は朝のスタートでね、トレーニングをねしたっていう気分で、1日がスタートできると思うので、ぜひ試してみてください。はい、ということで、今日の動画はこれにて終わろうと思います。このチャンネルでは、こんなね、日常の生活の中で起きる動作をトレーニングをね交えて、やっているやり方をねご紹介しておりますので、ぜひ、今ね家にいる方が多いと思うので、ご自身の生活の中で、あ、これやるなっていう、動作があったら、ぜひ真似をしてください。はい、ということで、手洗いうがい、ぜひね今日も気をつけて元気にこの状況をね、乗り切っていきましょう。ということで、良い一日をお過ごしください。それではまた。